この試合はライジングルーキーズカップライト級決勝3分3ラウンド延長2ラウンドにて行われます。両選手中央にライジングルーキーズカップライト級の決勝戦3分3ラウンド延長2ラウンド、はい、じゃあ3分3ラウンド延長2ラウンドで行います。月11ローブロックにして少し最近の世界に攻撃した瞬間の時に1回まで組み付いた後はすぐ離れて攻防を続けて、じゃあお互い、全力を尽くしてはい、ほら Hey!
最高。試合終了、これよりジャッジの集計に入ります。集計結果をお知らせいたします。ジャッジ小川29対27、赤京介。ジャッジ佐藤29対27、赤京介。ジャッジ小川が29対27、赤京介。以上3対0の判定をもちまして、勝者京介。
ナイスワイド。結果をもちまして、ライトルーキーズカップ2017ライト級優勝は京介選手と決定いたしました。京介選手には優勝カップ、またフィットネスショップ様よりホエイプロテインが贈られます。おめでとうございました。選手退場。